ドラマや映画、そして歌にと大きな功績を残し、多くのファンから愛されながらこの世に別れを告げた韓国のスター芸能人たち。ファンたちは依然として今はもう会うことのできない星になった芸能人たちを恋しく思い、そして記憶しています。明日に向かってハイキックや私の名前はキム・サムスン、コーヒープリンス1号店など多くの作品で恩魔役を演じ、少女のような明るく温かな笑顔で多くの視聴者から愛された女優さんです。2014年11月、およそ7年にわたる癌闘病の末、63歳で帰らぬ人に。カンドラファンの私たちにとってもキム・ジャオクさんの訃報は悲しい知らせとなりました。繊細で優れた感情表現と独歩的な雰囲気で人気を集め、映画ブラザーフット、スカーレットレター、ドラマ火の鳥とドラマと映画を行き来しながら、興行性まで兼ね備えた女優としても評価されました。人気絶頂の最中、2005年2月、24歳の年齢で短い生涯を自ら終えたイ・ユンジュさん。今でも2月になると女優イ・ユンジュを思い出し恋しがるファンが多いそうです。キャラクター幅の広い俳優として、映画やドラマなど数多くの作品で素晴らしい演技を披露し、唯一無二の存在として愛されました。バラエティ番組一泊二日では、親近感あふれる優しいお兄さんキャラで人気に。数日前までも精力的に活動していた人気俳優であっただけに、突然の訃報に関係者やファンたちは深い悲しみに包まれました。2017年10月30日、車運転中の事故により帰らぬ人に。享年45歳でした。女優ハージウォンの実の弟として知られ、ドラマときめきソンギュンガンスキャンダルでは悪役にもかかわらずイケメンすぎるビジュアルと印象深い演技で多くの人々から愛されました。チンム公役を演じたドラマ帝王の娘スーベキハンが最後の作品となりました。2018年1月21日、突然自ら天国へと旅立ったチョンテスさん、享年33歳でした。ドラマ解決チュニャンをはじめ、イルチメ、恋のゴールドメダル、そして12キロ増量して大学生役に挑んだドラマチーズインザトラップでは、サンチョル役を演じ、味のある演技で人気を集めました。2020年3月、急性肺血症により帰らぬ人に。享年36歳でした。厳しくも優しくて思慮深い父親役を演じられることが多く、韓国では国民のお父さんとの愛称で愛されました。約200本のドラマや映画に出演するなど、名俳優として活躍されたソン・ジェホさん。生前約1年間は持病で闘病されながらも、生涯を演技に専念されました。享年83歳でした。嫉妬、星に願いを、バラ色の人生など、今でも思い出のドラマとして語り継がれる名作ドラマや映画と、出演する作品すべてヒットを連発。1990年代を代表する国民的人気女優として活躍しました。2008年10月、自ら天国へと飛び立つ選択をした人気スターの突然の訃報は韓国中に衝撃をもたらし、深い悲しみに伏せる人々が多かったそうです。享年39歳でした。個人の遺作となったドラマ月桂樹洋服店の紳士たちの撮影当時、膵臓がんの再発で健康状態が悪化する中でも、最後まで出演したいとの意思で撮影に邁進し、演技への情熱を燃やされたそうです。ドラマ放映終了後、病院に入院し闘病されましたが、2017年4月、輝き続けた46年間の女優人生に幕を閉じました。享年66歳でした。ドラマコーヒープリンス1号店でミニョプ役を演じ、一躍人気を集め、イーキドン役を演じた花咲く春庭では、印象的な演技で視聴者たちから愛されました。2008年、
必殺最強チルの放送終了パーティーに出席した帰り道、突然のバイク事故により帰らぬ人に。享年27歳でした。2005年子役としてデビュー後はドラマや映画にも出演して女優として活躍。2009年から2014年までガールズグループ FX のメンバーとして活動するなど、愛くるしい容貌と天真爛漫なイメージで人気を獲得しました。長年ネットなどを通じて自身についての悪質な誹謗中傷に悩まされていたソーリさん、2019年10月14日25歳というあまりにも突然で早すぎる別れに、多くのファンや芸能界の友人たちが悲しみに暮れました。ドラマ遺産や不滅のイーソンシン、オールインなどの作品に出演し、貫禄のある風貌に温かみのある演技で視聴者に愛された国民的俳優。日本の韓国ドラマファンにとってもよく見るバイプレイヤーとして強い印象と存在感を残してくれました。2012年10月、肝臓がんの診断確定から2ヶ月で帰らぬ人に。享年67歳でした。2008年にデビューし、新人賞を総なめにした人気ボーイズグループシャイニーのメインボーカルとして活躍。一方で作詞作曲でも優れた能力を発揮し、音楽の天才と言われました。2017年12月18日その突然の訃報は国内外で衝撃をもたらし、ツイッター上では韓国語や日本語が入り混じる悲痛な声が溢れたそうです。享年27歳でした。ドラマ屋根部屋の猫で一躍スター女優となったコウ・チョンダビンさん、その後もドラマ兄嫁は19歳、その夏の台風、映画あいつはかっこよかったなどに出演し、可愛らしいビジュアルと愛嬌ある笑顔で注目を集め、人々に愛されました。ですが2007年2月、26歳という若さで帰らぬ人に。突然の訃報は韓国芸能界に強い衝撃を与え、多くの芸能人が弔問に訪れたそうです。日本でも大きな人気を享受した韓国のガールズグループからのメンバーとしてデビュー後、健康的で愛らしい魅力で多くのファンに愛されました。歌手活動以外にもバラエティでは気の利いたセンスを披露し、芸能ドルとしても活躍。2019年11月日本を拠点に再出発という嬉しい知らせが届いた直後、原さんの予期せぬ秘宝は日本でも特集が組まれるほど大きなニュースとして報じられ、ファンは悲しみに暮れました。永遠の韓流スターコウ・パクヨンハさんがこの世を去ってから11年、ドラマ冬のソナタでペイヨンジュンの恋がたきキムサンヒョク役を演じ、日本でも高い人気を集めました。俳優として歌手として活発な活動を繰り広げ、順風満帆なスター街道を進んでいくかと思われた矢先、2010年6月30日32歳の生涯を自ら終える選択をしました。突然の訃報は国内外のファンはもちろん、家族同僚まで大きな衝撃をもたらしました。韓流ファンにとってはあまりにも馴染みの深い俳優さんだけに、突然の悲報に接し衝撃を受けるばかりでした。ドラマ「セイパンオキムタック」や「ファンジニ」、「太陽を抱く月」、映画「殺人の追憶」など、さまざまなジャンルを行き来しながら、どんな役をも完璧に、そして心温まる演技で視聴者から愛された俳優チョン・ミソンさん。2016年6月、演技人生30年にして空の星に。享年48歳でした。